Hi everyone, this is Tomomi. This is our fourth video in Israel. This time we went to Haifa, which is said to be the Silicon Valley in Israel. And we interviewed Masahiro, who is studying as a master's student. Masahiro chose to study at a place where he didn't have any friends and family. We asked him the reason why he chose this place and the things he found through his life in Israel. Also, you will see the connection he found between his hometown, Osaka in Japan, and Israel. Enjoy our video! 今回はインタビューを受けてくださりありがとうございます。ありがとうございます。富田雅宏と言います。今23歳で、大学院の1年生です。今、環境工学で水の処理の、勉強とかをしてます。単純なきっかけというか、友達が本当に行ってみたらみたいな感じの軽いノリが一つ大きいやつだったんですけど、あと本当に金銭的な奨学金とかをもらえたりもして、本当に神様がその扉を開いてくださったんだなっていうのを思ったりしたのが決め手でしたね。どうでしょうね、名古屋ぐらい、ね、名古屋ぐらいわ、ね、かりやすいようなそうですね、テラビブって言ったら東京ですかね、商業が賑やかで、その工業も賑やかであるっていう場所で、エルサレムはどちらかというと京都とか奈良というか、それよりも少し都会都市化した古い遺跡とかがあるような感じなんですけど、ハイファはどちらかというとちょっと田舎チックやけども、でもそんなに不便することもなくて、ちゃんとそういう大学もあったり企業もあったりするようなとこなんで、便利なとこですね。僕もやっぱこっち来るまでユダヤ人とかイスラエル人の友達とか一人もいなくて、すごいストレートですね。だから本当にあんまり人の顔見ないというか、でもすごいそれが逆に助かったりしますね、本当に問題点を指摘してくれてて、思ってることを言ってくれるんで、あ、そうなんか、じゃあそれを直したらいいやなっていうことがすごい、フランクに分かるというか、助かりますね。僕大阪出身なんですけど、やっぱりそのちょっと大阪の要素がありますね僕も思いました、それは。そうですよね。いや、なんか普通にスーパー歩いてたりすると、おばちゃんがなんか紫色の髪の毛だったりしたり大阪やみたいな、大阪ですねこう思ったりしますね。なるほど。ノープランですね。ノープラン、はい、もう本当にちょっと諦めかけてますね。その将来がどのようになるのかっていうのが本当に、自分の歩んできた人生上なのかもしれないですけど、本当にどこに連れて行かれるのかな。イスラエルに来ちゃったらもうそこでもある意味終わりだなというかここからもう予想がつく感じがしないんですよね。だからその時その時にやれることを本当にベスト尽くして、でその中で本当に思ったこともない人とかと会ったりするんで、そこは本当に神様に信頼して楽しんでいきたいんですね。なかなか自分も今自分が立ってるとこまで来るにはすごい時間がかかったんですけど、でも最終的にはなんか自分の人生は何も心配しないでいいんだなっていう、なんか自分の全部のことをケアしてくれてる神様が本当にいるんだなっていうことを、辛いとこも通してすごいなんか教えられて、海外っていう本当に自分の落ち着いた場所から出て、本当にその一人で全部しないといけないとかっていう中で、そういう苦しい中においてこそ初めて人生の意味を考えたり、もしかしたらもっと大きい存在がいるのかも、もっと神様がいて、その人が実はもっと今見えてる状況よりも素晴らしいものを持って私に用意してくださってるのかなっていうのとかも気づかせてくださったりして、すごいなんか自分は良かったですね。いやー、飯っていうのは僕はなんか明確に受け取った飯とかはないんですよね。なんか神様の声が聞こえたとかっていうのもあんまりないですし、でもなんか、4年間いるんですけど、このイスラエルをなんかその中で今年初めてぐらいで、あ、やっとイスラエル好きだなっていうのが与えられたりして、イスラエルへの心っていうのも今少しずつ与えられて、なんかこれがもしかしたら飯なのかなっていうのをすごいなんか今模索してるとこなんですけど、イスラエルにいてその
人たちと一緒に住む日本との、うん、架け橋になる、そしてまあなんか日本の若い人たちっていうの、うん、とかにもすごい思いがあって、どういうふうにやったらいいのか全く分かんないですけど、神様に任せながら、まあ、本当にイスラエルのため日本のために働いていきたいなと思ってます、うん、まあ、好きなところから言いますと、まあ、すごいいろいろなところで暮らしてきたので、まあ、アメリカに5年、日本に10年、そしてイスラエルに今4年、ノルウェーに1年みたいな感じで、なんかここが好きっていうのがあんまりないんですよね。どちらかというとそこにいる人が好きっていうのがあって、やっぱりその日本が好きなのはやっぱりそこに今家族がいて、まあ、アメリカも本当にその与えられた友達とかがいて、で今そういう人たちがイスラエルで本当に与えられてるなって感じているんで、本当にまあ教会の友達であるとか大学の中でのその友達であるとか、そういうなんか一緒にいる、一緒に長いこといるからこそなんかできた関係っていうのがすごい好きなところですね。嫌いなとこ、なんでしょうね、やっぱご飯かな。ご飯ご飯が美味しくない日本に比べて比べてあと高いですねやっぱり、物価はめちゃくちゃ高いですね。そうですね、いやマクドナルドが高いですね。何シェケルぐらいですか、セットで。セットでまあ50ですね、だからまあ1500円ぐらい。1500円、めちゃめちゃ高いです ね、 ですね、日本の2倍以上。そう、一回冗談で食べてみたら、日本の方が美味しかったんですそうなんですか。そうですね、イスラエルって聞いたら、まあ、シリアとの違いが分からない日本人って結構もしかしたら多いかもしれないんですけど、まあ、やっぱりその砂漠のイメージとか、まあ、それは別にいいんですけど、なんでしょうね、テロが日常茶飯事に起こっている、でもそれも嘘ではないですね。本当にテロがある時もありますし、危ない時も本当にありますし、本当に情勢がやはり10年に1回ほど崩れて、で、まあ、ミサイルとかも本当に飛んできます。でも、まあ、それも本当に一面なんですけど、まあ、本当にここに来るとびっくりするのが、やっぱり、まあ、先進国の一つであるっていうのもあるし、三大宗教の聖地でもあるし、本当にいろいろなことが混ざってて、イスラエルっていうことを一つの言葉で言おうとするならっていう、なんかインターネット の、 サイトがあったんですけど、それは猫がいっぱいいることだみたいな、自分がすごい住んでて猫めっちゃいるんですよ。猫いますね、確かに、 こっちにどこ行ってもいますねそうなんですよね、まあ、別にこれを日本の皆さんに伝えたいわけではないんですけどでも本当にいろんな方面があって、もう一言では言えないんですよね、イスラエルっていうのは何かっていうのを。でもそこに住んでみて、やっぱそこの人たちと触れ合うと、やっぱその人たちが普通の人たちなんだなっていうのが分かるし、その中でなんか自分たちと何も変わんないんだなっていうのが最終的に見えてくると思います。だからなんかやっぱりいろんな先入観あるやろうけども、最初は難しいかもしれないけど、時間かかるかもしれないけど、一緒にいるっていうことを諦めないでいると、やっぱイスラエルだけではなくて本当にどんな国の人でもやっぱり言語とかそれ以上にも、僕とかも全然ここのヘブライ語って言うんですけど、ヘブライ語を全然話せないで来ましたけど、そんなん関係なくて、やっぱり心で通じ合えるものが最後にあるなっていうのをすごい思ったんで、そうですね、なんか諦めないことがすごい大事だと思いますね。まさひろさんがやってらっしゃるそのブログでヘブル語で聖書を理解しようとか、その日本人に向けたコンテンツを発信しているのも、そういった思いがあってですか？そうですね、やっぱり日本の人に知ってほしいですね。本当に堅苦しいのじゃなくて、本当にそんなんでいいんだなっていう感じのブログですけれども、でもそういう中で身近に少しなったらいいなって思いますし、でもやっぱりイスラエルをみんなに愛してほしいなっていう気持ちはありますね。ありがとうございました。ありがとうございました。How was it?Maybe you were surprised about the connection between Osaka and Israel. Masahiro is experiencing many aspects of Israel every day. But it was impressive that it is important to not to give up to understand each other. Maybe some of you are worried about your language skill, but this reminds me of the importance of starting communication. It's exciting to know about Masahiro's calling.
to be a bridge between Israel and Japan. Thanks for watching! If you like this video, give us a thumbs up and leave a comment below. Don't forget to subscribe and follow us on Twitter, Facebook, and Instagram. See you next time!